前回のカズクラ、カズさんエンドの世界に行って触れ的なものを破壊してみた。本来であればシティ的なとこも破壊する予定だったが、思った以上に大変。よし、今回はあの実況者と冒険でも行ってこようかな。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。いやー、本日はですね、久々にね、 Mac で録画しております。じゃあね、さあ出てこい。はーい。はい、マスオゲームズでーす。よ。どうも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 。このカズクラね、始めるとき、実はね、マスオくんのやつ結構見てたの。あ、そうだったんですか。うん。やっぱね、一人でプレイするなら、参考にすべきということで、事務所から、なるから、しっかり、事例がババババと書いてあって、その上マスオくんいたから、しっかり見させていただきました。いや。ある意味ですね、師匠でございますよ。あ、まずい。マスオくん、まずいぞ。まずいっすか。これは。この村湧くんだよ。え、そうなん、湧くんだよこれ。せーの、ぽい。おやすみなさい。あー、よく寝たー。おはようございます。おはようございます。どうもおはようございます。あ、リアル、リアルの方でお止めさせていただき誠にありがとうございます。あ、いや、こちらこそありがとうございます。今マスオ亭ですね。マスオ亭。そうなんですよね。ほんで本日は、はい、やっぱね、冒険でしょ、マイクラといったら。しちゃいましょう。というわけで30分でどのぐらいいろんなものが取れるのか、ちょっとね、頑張っていきたいなと思います。ちょっと待ってね、今ね、マスオくんいいもんあげるから。え、ちょっと待って待って。ほな、マスオくんにね、これ。はい。ポテト。あ、ありがとうございます。ポテトと、松明、松明もあげよう。松明もゲッツ。もう、んなもんかな。よし、ならですね、早速冒険に出かけましょう。行きましょう。どこ行きましょうか。まずは、ちょっと待ってね、こっち来て。大切なもん、ちょっと紹介するから、これ。なんだろう、とっても大切なものって。実はね、はい。この国、ベッド専門店があるんですよ。ベッド専門店。すごい。どう、なんすかこの世界、ベッド専門店。必要でしょこれ、冒険よ。そうですね。あ、各自ちゃんと持ってくように。じゃあちょっと取っちゃっていいですかね。持ってくように。さあ来い、ついてこい。はい、ついてきます。ここら辺はね、はい、ある程度もう冒険出ちゃったからさ、もう深く進んじゃってんの。あ、この辺りは。そうだから、船をね、一個持っていきたいとこなんだけど。あ、こっち来て。船？実はね、もしかして船専門店まであるんですか？ちょっとした事故があって、船がね、いっぱい散らばってる場所があるの、これ。これどんな事故起きたらこうなるんですか、これ。これちょっとした事故があってさ。あ、やべやべ。これどうなってるんだ。やべ、近くにゾンビがいるようだけど。よし、行こう。じゃあこの船ゲットしていきます。よし。さあ、今から30分だよ、30分。30分で一体どこまで冒険していけるのか。何？ダイヤモンドぐらいなんか手に入れたい気分だけどな。いや、ダイヤだったらこう、僕らの運だったらいけるんじゃないですか。いけるよね。だって、マスオ君どんだけ今、歴。あ、歴相当、マインクラフト歴で言ったら長いっすね。歴で言うともう、大先輩もいいとこだ。歴だけは長いっすね。ね、YouTuber だとかなり早い段階だからね。かなり早い段階で始めましたね。でも皆さんの方があっという間に上手くなられて。よっしゃ、行くぞ。よし。入ってこっか。ここら辺いいっすね、かっこいいですね。上にあるよね、あれ洞窟。なんかありそうな感じが。行こうか、ちょっと。さあ行きましょう。行きましょう。もしや、ちょっとマスを偵察していきますね。行ってこい。ピシュー。なんとここの中は何もありません。助けてダメじゃないか。助けて。早く、時間がないんだ。時間がない。30分で、いい出来高をね、取っていく作戦だ、今回は。よし。こっち。上に行っちゃいますか。ないか。ありそう。あの下はどうだろう。あの下ありそうじゃないですか。ちょっと、マスを落ちながら。ちょっと行ってみよう。行ってみます、これ。あるかな。お、いや、まずいな。ちょっと、鉄でもね、ゲットしていきたいところなんだけどね。いや、本当です。あ、これは。あ、来たんじゃない。嘘。何もないっす。ありそうだか。ちょっと掘るか、これ。掘りましょうか。ちょっと掘るわ。ちょっと、こっちの方で掘るわ、はい、ちょっと。じゃあ、お願いします。カズさん、困ってますもんね。え、来たよ。何ゾンちゃんの音とか聞こえてきたよ。あ、ほんとだ。どっちだろう。あ、来たぞ。来た。ようやく冒険っぽくなってきた。あ、冒険感出てきてますね。しかも、警告かもしんない、これ。え、嘘。これはラッキーじゃないですか。おお。これちょっと気をつけろ。これ落ちたらね。これ落ちたら、これマグマダイブ決めれるやつだから。決めれるやつですね。気をつけろよ。あー、ちょっと待って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 危ない。誰だったのは。ちょっと待って、一瞬見たんですけどやばいっすね。危ない。スケルトン3名ぐらいいました今。ちょっと待ってね。あ、じゃあここだけ塞いじゃいましょうか。これ危ないね、非常に。今落ちれるチャンスあったから、これ。待って、今回みんな2人ともろくな装備ねえぞ。どこにいるんだあいつらは。いや、そこの下にいますね。危ない。
そこそこそこ、あー、待って、クリープ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 、これ、えぐいっすね。どうする、あぶね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 、ここら辺からうまいこと、そこら辺から斜め下に降りてく、これそうしましょう、そうしましょう、危ないよね、これ。うん、あ、よしよしよし、時間が全てだと、あ、来た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 、あ、だいぶ豪快な、これはもうすでに金発見、まずまずは金、金採掘だよ、金採掘やったー、あ、いや、いるねー、いますよ、湧いてるねー、あ、じゃあ赤さん、冒険、こういうところに、一回この水止めたいな、あ、じゃあ、どうしようかな、あ、なんかちょっと、マスオ T 任せれるか、あ、じゃあ、ちょっと、こいつをやっつけときます、大丈夫か、ちょっと待って、あ、痛い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 、あ、ちょっと待ってください、待ってください、よし、あ、痛い痛い、シャレンドンで、シャレンドンで、シャレンドンで、まずいな、まずいな、これカズさん、さすがっす、いろいろまずいな、これ危なかった、よいしょ、ありがとうございます、よいしょ、こいつはできるな、今ね、スケルトンが上から降ってきたんですね気づかなかったっすね、めっちゃ刺さってるだ、うん、刺さりまくってますよよし、今からね、はい、ダイヤモンドを探して綺麗にね、今回終わりたいなと思います、探しましょう、バケツというものを今回忘れた、これはバケツを忘れたから、これは僕らフラグでしかないですね、うん、もうちょっと待って待って、今度マグマ大好きな二人がマグマと言ったらぐらいの、お、危ないから、綺麗に決めてくるからな、進んでいきましょうか、バケツ作った方がいいかな、バケツ欲しいっすね、ちょっと作ろうか、バケツ、うん、じゃあバケツちょっとお願いしていいですか、よいしょ、よしよしよし、お願いします、な、これを、あー、やばい、なに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 、あ、危ないんじゃない、これ、あ、ちょっと待って待って、危ないんじゃない、どこ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 、ちょっと、マスオ TV、 マスオ TV、 あー、よしよし、危ない、やカズさん、ありがとうございます、危ない、久々にこの、小装備でのマインクラフト、やっぱね、こぐらいね、うん、ハングリー精神が大切だからね、うん、YouTuber たるもの、いや、今もう、3回ぐらい、マジでヒヤッとしました、おお、このままマグマ落とされるんかと思ったら、危なかった危なかった、そしたらもうその時点で今日収録終わりたかった、うわー、よし、来たー、ちょっと水をね、ちょっと汲んでくるわ、これ、あ、上まで行って汲んでくるパターン、水汲んでくるわ、これでも危ないなー、いろいろ、これえぐい危なさですね、危ないな、一回クリーパーもし爆破されたら終わる、ね、僕ら防御力ですね、直撃食らったらもう行っちゃうからね、あの、食らえって意味じゃないからね、違いますよね、今あの完全に、あ、フラグかなーみたいな、うん、前振りじゃないから、前振りじゃない、うん、あー、待って待って、あ、危ない危ない危ない、え、ちょ、ガズ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 、体力1、いや、もう完全にやっぱり今のフラグでしたね、危ない、いやね、上から降ってきたの、これ、あ、クリーパーが、そう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 、危ない、これどうすればいいの、これ、じゃあ下にこう掘りつつこう探すか、それともなんか穴につけるか、ここだけさ、ちょっと埋めればさ、まだ安全地帯、まだなんか見えてくる気はするんだって、よいしょ、よし、決まった、さすがダイヤ装備、さあ、ここでちょっとお水をね、いただいて、よし、ぞ、これでいきましょうか、早速いきましょうか、あ、見ましたね、あ、でも深さ的に11だからもういるよ、これ、え、もうこの高さで、あ、じゃあ結構深くまで来たんですよ、僕らね、だけど、もうこの今この渓谷終わろうとしてるところだよね、あらら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 ら、あれあれ、もしや、これはもうこのまま何もないえ、そんなバカな、あれないよね、掘っちゃいましょうか、また掘りくら、また掘りくらになっちゃいますね、このままじゃね、掘るか、冒険っていう、もう掘りましょう、掘りましょうか、一応こっちの方掘っていきましょうか、掘りましょうか、じゃあまたマスオ、松明係ですね、はい、松明よろしく、はい、松明と言ったらマスオ、よろしくお願いします、松明で調べると、うん、もうチャンネル名も松明マスオって名前変わってるかもしれないですね、松明マスオいいよお、いるよね、これストーンがありましたね、これ、あ、おおお、あら、こういう採掘で見つけちゃった感じのやつだ、もうサクッと見つけ、あ、エメラルドもある、何これ何これ何これ、これエメラルド、山岳地帯にだけあるんだって、こんなに運いいことあるんすか、やっぱ今回いいな、これこんなに運いい、え、これでもいただくか、掘ったらマグマボシャーみたいな、そういう面白いことないっすよ、ない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 な、あ、ほんと普通だな、番組的にこう、美味しさ的なものはこう、ないな、今のところ一番盛り上がったのはカズさんが1になったところですねさっきのね、ちょっとこのゾンちゃんだけさ、ちょっと掘り当てたい感じがするんだけど、そうですね、あったぞ、あ、いた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 、あ、いた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 、やってこい、やってこい、やばいやばい、マスオ TV がボコられてる、ボコられてる、おーし、任せてくれ、あ、ここはいいところですよ、やっ
った、ようやくね。今日求めてた雰囲気のところですよ、これ。僕らの冒険魂がね。あ、ラピスラズリがあります。よしよしよし。奥に進んじゃいましょうか。行ってこい。母さん、これやばいっす。あ、いい広がり方の。今日、いい広がり方。やった。なんだ、この順調なマインクラフト。今回いいな。なんか僕一人でやっててもこんないいことないっすよ。今回いいね。やばいっすこれ。まださ、まだ今20分。20分で。素晴らしいわ今回。金もめっちゃいいやん今回。な、今回は1ダイヤ、2ダイヤ、3ダイヤ、4ダイヤ。5ダイヤいただきました。5ダイヤいただきました。ありがとうございます。5ダイヤいただきました。金もね、ちょっと入れいただいていこう。素晴らしい。あ、今回いいなこれ。ちょっと、あ、またあった。またなんかいいな今回。ゾンビちゃんの音がまた聞こえますけど、いいな。あ、でも上上がっちゃうね、もうこれ上がっちゃいますね。ここの高さになっちゃうと今もう19やで、うん、19はダメだな。ダメですね。あ、ちょっとこっち下の方戻ろうか。あっちの方はまだ行ってないよ、多分。まだ行ってないところありますね、これね。おいおい、気をつけろ。あ、これ、ちょっと待ってください。あの、慎重にやっちゃっていいですか。慎重にマスをやっちゃっていいですか。得意なやつだから、これマスを、これ、あ、本当にやっちゃうやつなんで。ちょっと待って、やばい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 。ちょっと閉じてくるわ、これ。ありがとうございます。さらにこっちにね、さっきカズさんが1マーでこう HP を減らされたキャラクターもいらっしゃいますね、うん、ああ。これはね、危ないですね。どこだ。あ、来て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 。あ、危なかった。これ後ろも怖くてさ、今後ろ見えないよね。そっかそっかそっか。あ、松明をもう置いて。あ、危ない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 。やばい、めっちゃ来てるやん。わ、危ない。おー、ゾンちゃんが。ゾンちゃん、ゾンちゃん任せて。あー、よっしゃー。よしよしよし。あ、ゾンちゃんまたいた。エメラルドいっぱいあんねこれ。エメラルドってこんなにあるアイテムなんですね。そう、まだカズクラパート500までいって、今まで1個だけかなって言われてる。すごいわ、今回のこの大量具合といったら。おーし、今回はもう胸張って帰れるな、これ。胸張って帰れる。気をつけろ。あ、今聞きました、ここ。今、ウィッチ。いるね。ウィッチいたら、割と僕簡単に死ねる自信ありますよ。ウィッチ危ない。割とやられる自信あります。危ないからね、ウィッチ。あー。あ、いた、後ろ。そう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 。あ、いた。あー、食らった。お前だけは、お前だけは。よいしょ。あ、でもすぐ、お前だけは。よいしょ。あ、上から、なぎ僕は大事。カツさんは何、どう、おら。もう言葉が出なかったですね。やったか。やりました。とりあえず今日はこんなもんでいっか。そうですね、大冒険しました。これさ、もう戻り方わかんないからさ。もし斜め上に上がろっか。あ、あるあるですね、それね。ね、斜め上に上がろっか。お、お、あ、来た。やったー。ベッド使えるよ、ベッド。ベッド。ぽい。あー、よく寝たー。おはようございまーす。さて、帰るかー。帰りましょう。いや、もうちゃんと無事に帰ってね。なんか冒険とか旅行とかっていうからね。あとは、ちょっと待ってよ。座標がわからないとね。このまま迷子っていうお家やばいですよ。だいたい、プラマイゼロぐらいになれば、はい。あっち方向だね。あ、そっち方向ですか。あ、見えてきた。見えたー。さーて、ちょっとチェックしよう、チェック。はい、というわけで、もう今回も帰ってまいりました。お疲れ様でございました。お疲れ様でした。今回、ちょっとまとめてみます。はい、結構取りましたよね。結構いったでしょ。うん、さあ、今回、まあ、鉄鉱石はほとんど積極的に取ってなかったからね。はい、はい。10個だったんですけど、レッドストーンが10個。イェーイ。ほんで、金鉱石22個。おー、すごい、22個。で、なんと今回、ラピちゃんが大量で22個。おー、素晴らしい。ほんで、カラのエメラルドが3つ。ほんで、ダイヤモンドが9つ。イェーイ。9個手に入りました。素晴らしい。いやー、疲れたー。いやー、今回はね、お疲れ様でございました。いやー、お疲れ様でした。あー、頑張ったー。あー、頑張りましたね、ほんとに。マサオくんやる？明日か明後日ぐらいは。あ、やりますね。いや、やる？はい。頑張ってよ。はい、というわけで本日はね、こんな感じで終わりたいなと思います。マサオくんもね、また近々ね、アップするということなので。しますね。みんなから、カツ入ると思うんで。概要欄にリンクあると思うんでね、もしよかったら見に行ってみてくださいませ。ありがとうございます。それでは本日はこんなとこで、せーの、バイバーイ。バイバーイ。